こんにちは、ひねるです。皆さん、7月26日からクローズドアルファテストが予定されているブループロトコル、かなり面白そうなタイトルですが、チェックはされているでしょうか？気になっているという方も多いと思いますが、まだアルファテストも始まっていないし、公式サイトの情報もそこまで充実していないということで、実際にどんなゲームなのか少し分かりづらいですよね。そこで今回はクローズドアルファテストを直前に控えた新作オンラインアクション RPG ブループロトコルについて、これまでに公式サイトや SNS で発表された本作の情報を10分程度でまとめてみたいと思います。ストーリー、ゲームの特徴、キャラクリ、選べる職業、実際のアクションシーンなどなど、プレイする前に気になるポイントをまとめていきますので、ブループロトコルってどんなゲームとか、サービス開始前に士気を高めておきたいという方は、ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。このチャンネルでは今回のようにゲームに関する様々な情報を紹介していきますので、ゲームのトレンドにアンテナを張っておきたい人や、面白いゲームを探しているという方は、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまずブループロトコルの基本的な情報からおさらいしておきましょう。メディア向けに配信されたプレスリリースの内容が分かりやすかったので、こちらの一部を読んでみましょう。本作は株式会社バンダイナムコオンラインと株式会社バンダイナムコスタジオによる共同プロジェクトチーム、プロジェクトスカイブルーの中核をなすコンテンツとして開発中の PC 向けオンラインアクション RPG タイトルです。劇場アニメに入り込んだような圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界と、オンラインゲームの特性を生かしたマルチプレイアクションを突き詰めたゲーム性とを融合させた完全新作オリジナルタイトルとして、アンリアルエンジン4にて鋭意開発中となります。ということで、簡単にまとめると、バンナムの開発による PC 向けオンラインアクション RPG という感じになりますね。PV や公式サイトを見てパッと目を引くのは、やっぱりグラフィックじゃないでしょうか。アニメ調のグラフィック、いわゆるトゥーンレンダリングっていうやつですね。劇場アニメと見まがうくらいのクオリティで、キャラクターはもちろん建物とか遠くに見える山々や緑といった背景までめちゃくちゃ綺麗に表現されています。中でも素晴らしいと感じたのが光の表現。家々に明かりが灯るシーンや、太陽が昇るところ沈むところなんかを見ていると、早くこの世界に入りたいなーっていう風に思っちゃいますね。かなり没入感が高そうです。本作のジャンルはオンラインアクション RPG ということで、すでにリリースされているゲームと比べると、ファンタシースターオンライン2なんかと近いのかなっていうイメージでいます。グラフィックがトゥーンレンダリングっていうことも相まって、オンラインではないんですけど、ブレスオブザワイルドなんかにも近しい雰囲気があるんじゃないかと期待しています。はい、続いてはストーリーを見ていきましょう。レグナスという惑星があって、そこに神様が住んでいました。レグナスは神様の力ですごく栄えていたんだけれども、ものすごい年月が経って神様は天空の彼方へ去っていっちゃったと。そして人間が神様の残した力を必要としてこの惑星にやってきました。ということは、人間が住んでた惑星が何らかの理由でピンチになったのかな。自分たちが住んでる惑星がピンチになって、その星を救うためなのか、単に移住先を求めてなのかはちょっとわからないけれども、とにかくそのかつて神々が過ごしたっていうレグナスという惑星に人間が降り立ちましたと。で、そこには人間の知らない技術だったり、お宝だったり、モンスターだったり、遺構っていうのは何でしょうね。昔の建物とか文明の、跡とか、そういうことかな。そういうものがありましたと。で、文明を滅ぼす惑星の獣。これがね、多分プレイヤーと戦うことになる敵キャラクターなんでしょうね。惑星の獣。もしかすると、人間がレグナスに救いを求めて降り立ったっていうのも、もともとこの惑星の獣っていうのが悪さをしてということなのかもしれませんね。人間の住む星をこの獣が、踏み荒らしたとか、そういうことかもしれませんね。いい感じにね、含みもあって、今後のストーリー展開が気になりますね。いいんじゃないでしょうか。いいと思います。ゲームのストーリーの説明って、固有名詞がね、たんまり入ってわけがわからなくなりがちなので、特に SF 系とかね、オリジナルの固有名詞がいっぱい出てきて、ストーリー読みながらも、この名詞なんだっけみたいになることが多いので、本作はシンプルにまとまってて結構好感が持てます。
お前の理解力が足りんのだろうと言われたらそれまでなんですが、複雑すぎるとね、あまり入り込めないっていうのもあるので、個人的にはこのぐらいがちょうどいいです。何言ってるか分かるっていうのは結構大事だと思います。はい、ストーリーはそんな感じ。続いて実際のゲーム画面を見ていきましょう。まずは肝心のアクション部分から。公開されているアクションシーンは今のところ20秒ちょいの短い動画が一つだけ。後ほど紹介しますが、イージスファイターという盾を装備したタンク的なクラスの戦闘シーンです。どうでしょうか、僕はこのアクションシーンを見てぐんと期待値が上がりました。というのも、正直に言うと心のどこかでどうせキャラゲーでしょうみたいな、あまり期待していない部分もあったのですが、ガードによる攻撃モーションキャンセルや発生の早いブリンクで、最後にジャストガードが要求されそうなカウンターもしてるんですよね。ということで、この短い動画を見るだけでもね、かなりアクション性に期待していいんじゃないかなっていうことで、内心めちゃくちゃ盛り上がりました。ただし、敵を殴った際のリアクションがあまりにも無機質なところが気になりましたね。ちょっとこのままだとあまりドラマチックじゃないので、なんでしょうね、生物と対峙している感覚というか、こう命のねやり取りをしてるっていう緊張感をプラスするような演出がもう一つ欲しいところかなというふうに思います。これはね、ただアルファテストで結構ツッコミが多そうなポイントなので、リリースまでにはね改善されるんじゃないかなというふうに思っています。今後の修正に注目したいところです。さあ、続いてはキャラクタークリエイトの様子を見ていきましょう。体型、身長、肉付き、脅威といった基本的な体つきの部分から、輪郭や髪型、あとは瞳などの顔の詳細パーツまでを作り込めるようです。こうバインバインのねセクシーお姉さんから筋骨隆々のヒゲのおじさんまで、なかなか幅広いキャラクリが楽しめそうです。現段階で発表されているクラスは4つ。これで全てなのか今後追加されていくのかはまだ分かりませんが、とりあえず現行4クラスの違いはこんな感じ。イージスファイター近距離攻撃クラス、剣と強固な盾を駆使し前線を維持する、防御力に長け、相手の戦術を見極めながら確実に敵撃破を狙う攻守バランスの良いクラス。ツインストライカー近距離攻撃クラス、巨大な2本の斧で敵を断ち切る、自身へ強靭な力を与えるスキルを使いこなし、常に戦闘の前線で戦い続ける勇猛なクラス。ブラストアーチャー遠距離攻撃クラス、機敏性の高い弓を操り全てを貫く、距離を保ちながら戦闘状況を判断し弱点を狙ったり範囲攻撃をしたり戦術の幅が広いクラス。スペルキャスター遠距離攻撃クラス、杖を用いてエングラムを操作変換する、炎、氷、雷などを操り連続してスキルを繰り出すことが可能な瞬発力の高いクラス。ということで、僕はね、先ほどの戦闘シーンがあまりにも好印象だったので、まずはイージスファイターを使ってみようかなというふうに思っています。皆さんはね、どのキャラに魅力感じますか？もしよかったらコメント欄でね教えてください。というわけで、以上アルファテスト直前ブループロトコル発表済み情報まとめでした。ブループロトコルのアルファテストスケジュールはこんな感じなんですが、守秘義務が結構厳しめで、今のところねテキスト以外でレビューや感想を投稿するっていうことが禁止されています。僕としてはね、 YouTube にレビューを投稿したかったので、ナレーションでのね情報共有の可否っていうのを公式サイトに確認してみたんですけれども、現状は NG ということでした。もしね守秘義務の内容が変わってナレーション OK、 動画投稿 OK という形になりましたら、ブループロトコルの新たな情報を投稿していこうと思いますので、その時はねまたぜひ見に来てください。このチャンネルでは今後もゲームに関する様々な情報を紹介していきたいと思います。
ゲームのトレンドにアンテナを張っておきたいとか、面白いゲームないかなっていつも考えてるような人は、もしよかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回の動画が少しでも役に立ったよという人は高評価ボタンもよろしくお願いいたします。 Twitter でも最新のゲーム情報、 YouTube 未公開の動画を投稿することもありますので、もし興味があるという方はぜひフォローしてみてください。今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。